いよいよね。王様、早く呼び込んでちょうだい。大将よ、参れ。お山の巫女はかような姿で相まみえようとはな。よもや英霊の身で神に対峙するなどとは思いもよらなんだが、神も魔も立ちはだかるならば斬る。おねきび。お姉さん、さあ、嬉しい。巡り合わせ、運命、縁、何でもいいわ。あなたたちにこうして会えてる。義に招かれた英霊二騎、いずれもうちのお山に縁深き子たち。最高。召喚されての限界ってしておくものね。ありがとうパパ、ありがとう私の剣。こんなに嬉しい出会いなんだもの。うん、思い切って一肌脱ぐとしましょうか。こっ、うん、それじゃあ喜べ。なんと尋常ならざる神器。アサシン、我は我、共には戦うが手は貸さぬ。こらえの効かぬやつめ、くれぐれもここは壊してくれるなよ。では尋常に勝負。はあ、すっきり。あっちのモードで暴れさせてくれて大感謝です。二人ともお疲れ様。本当によく頑張りました。親善試合最高ね。どの子たちもちゃんと勝負になっている。勝負が成立している以上はもはや結果は時の運なんて勝者が言うと嫌味になっちゃうか。でも本当よ、本当に私はそう感じています。その刃、あとわずかで届いたでしょう。やれやれ、悔しいが負けを認めるほかないな。もう二人とも可愛いな。セイバー君もサブちゃんももちろん他のみんなも手強かったけど、腹八分目ってとこね。めちゃくちゃな。分け見玉の一つでこれだ。スサノオがオロチ退治に手を焼いたのもうなずける。何にせよ立ちはだかる者は全て下した。勝者は伊吹童子ということでいいか。ふん、甘いわ。最後はこの俺直々に裁定をくれてやろうの。わお、最高のデザート。ああ、でもこのボリュームは締めの一品かな。どちらにしても美味しそう。貴様を満足させるために戦うのではない。この俺が手ずから貴様を沈めてやろうと言っているのだ、悪心よ。ええ、そうこなくっちゃ。土見稼働、止めずともよいのか。あの黄金の英霊は強いぞ。止めたところで効かぬのであろう。貴様がそう言ったのだ。おい、伊吹童子。どうしたの、康弘くん。あのサーヴァントは強敵だ。貴様とて苦戦は必至であろうよ。かのオロチの分け身玉を相手に気を抜くななどとは言わぬ。だが
ここまで来たならば勝利せよ。思うさま蹂躙し真意を示せ。つまりはもうどうにでもなれだ。お、そうなんだ。康弘くんたら小物に見えて結構寛大。貴様といいキャスターといい、なぜ私が召喚する英霊は皆一言多いのだ。だそうよキャスター君。術者自身の気質が原因だろう。顧みるべきはその愚痴っぽい性格だな。貴様ら。でもありがとう康弘君。力強い激励の言葉胸に響いたわ。お姉さん元気出ちゃった。これは何としても期待に応えなきゃね。うん。よし、それじゃ行くわよ。で、ちょっと王様、私あなたと戦うんじゃなかったかしら。それなのにどうして私の前にはこの子たちしかいないわけ。思い上がるなよ。この俺が花から貴様を相手取るわけなかろう。貴様はまず我が手駒どもと踊るがよい。ああ、そういうこと。本当に意地悪なんだ王様。いいわ、お望み通りたっぷりじらされてあげる。でもその分後でたっぷり楽しませてよね。約束よ。お、う、さ、まー、やっと来てくれた。ありがとう。あなたがたっぷりじらしてくれたおかげでとびっきりのごちそうがさらに輝いて見える。まるで黄金にきらめいているかのよう。ああ、もう本当に食べちゃおうかしら。初めからこうしていればよかったのだろうな。そこに直れ悪神よ。この英雄王が手から貴様を沈めてやろう。ええ、お互い本気じゃなくちゃ燃えないものね。楽しみましょう。この体燃え尽きたって構わないから。はあ、ああ面白かった。お姉さん大満足。ここに全ての勝負は決した。こたびの慶安親善試合、その栄えある勝者は伊吹童子、ついでにその従者2人。パチパチパチ、やったわね2人とも。従者、間違いではないだろう。結局戦ったのはあのオロチだ。伊吹殿、兄上、キャスター殿、実に実にお見事でございました。苦しゅうないわよ弟くん。あなたの応援ちゃんと聞こえていたわ。さてと、それじゃあお姉さんはそろそろおいとましようかしら。ようやく失せる気になったか。ふん、神霊に振り回されるのはこりごりよ。もう素直じゃないんだから。でもおかげでお姉さん満足できました。お酒がなくてもこんなに楽しめるなんてねえ。かくて神は満たされ、消え失せる。終わってみれば無難な着地になったな。後の世の人間が好みそうな筋書きだ。確かにそうかもしれませんが、
この上ない結末とも言えましょう。うん、ひとまずはこんなところかしら。キャスター君、弟君、安弘君のことよろしくね。ほら、彼何かと苦労しそうだし、自分の悪巧みに振り回されて。またね。いい、最後まで一言多いやつよ。いざいなくなってしまうと、なんだかんだで寂しいですね。うん、それはまあ。いや、寂しくないぞ、まったく。帰ってもらえて本当に助かった。二度と呼ぶか。ようやく失せたか。では改めて、土帝康弘、並びにキャスターよ、よくぞあの悪心を沈めてみせた。ほんの余興の割にはなかなかどうして楽しめたぞ。約束通り、勝者の栄誉、願望記を授けよう。だがその前に一つ言わねばならぬことがある。あの邪神目が暴れ回ったおかげで、願望期にたまる魔力はわずかばかり減じた。何？慌てるな、粗骨者。減じていようと莫大な魔力には変わりない。あらゆる願いとまではいかぬが、身の丈に合った願いであれば叶うとも。そうそううまい話はないということだ。残念だったな、土帝。元より願望期謎に期待はしておらなんだわ。そもそも莫大な魔力源であるのならいくらでも使いようがある。まあいい、好きにしろ。僕は記録を続けられるなら何でもいい。話は終わったか。では、問おう。こたび、無二の栄誉に至りし者よ、貴様らの願いは何だ？ああ、私の願いは…慶安親善試合はこれにて終幕。みんながそれぞれの居場所に帰って、大団円のハッピーエンド。でもほんの少しだけ、それを寂しいと思ってしまったのです。栄月が得られずとも、願望期さえあれば陰陽の神に返り咲けよう。土帝はそう思っていたのだろう。だが実際のところはどうだ。奴が得たのは陰陽の神の地位ではなく、とんでもなく厄介な居候だった。それで、いつになったら座に帰るのだ、貴様は。え？私が満足したらかしら。はいはい、ため息つかない。お土産買ってきてあげたからね。あー、ほんとお祭りって最高。お姉さん、ああいうの大好き。人のにぎわい、屋台から立ち上る匂い、そして何よりおいしいお酒、やっぱりいいわ。伊吹殿、こちらの庭どちらに運べばよいでしょう。あ、本堂にお願い。付き合ってくれてありがとう、弟君。いえ、我々の中ではありませんか。また何かありましたらば何なりと。馴染みすぎだろう。だいたい貴様、あの試合の折に願望期は私によこすと言っていたはず。
それが蓋を開けてみればこのバカ騒ぎ、よくわからぬ霊気でフラフラと遊び回る始末。そうだっけ？お姉さん昔のことあんま覚えてないわ。の、貴様もしや。大丈夫大丈夫。願いを横取りしちゃった分はちゃんと手を貸してあげるってば。ほら、私にかかれば英月の儀もう盤石盤石。貴様はな、目立つからな。策を巡らすには不向きに過ぎるからな。諦めろ、土帝。全てを覚悟の上で召喚したのだろう。願いを叶えたいのならば、なけなしの度量を示してみせるがいい。だから一言。いや、もう言うだけ無駄か。もうダメよ、そんな老け込んじゃ。おいしいお酒で若返りましょう。ふぅ、本当にどうしてこうなった。どうも、イオリくん、セイバーくん。英月の儀、頑張ってる？ああ、そっか。こっちのあれでは初めましてだったわね。お姉さん、うっかりしちゃった。ごめんなさい。セイバー、彼女に見覚えはあるか？サーヴァントであることは疑うべくもないが、この濃密なまでの神器は。いいのいいの、そんな細かいことは。はい、気にしない気にしない。ね、ああ、推しに弱い子好きよ。こら、イオリ。ねえ、宮本イオリくん、一つだけお願いを聞いてほしいのだけれど。それは内容によるな。まず話を聞こう。ありがとう。あのね、私もあなたたちの仲間に混ぜてくれない？何？いきなりか。はぐれの英霊というのはあれだ、頼み事をしてそれを果たして初めて遊戯を。あなたたちは十分果たしてくれたものを。って言ってもわからないだろうけど。何の話をしてる？ああ、貴殿とは初対面のはずだが。それはね、そうなんだけど、本当はね、影から見守るつもりだったの。あなたたち七人七鬼の行く末を。でもね。でもやっぱり見てるだけだなんてもう無理。体がうずいてきちゃう。我慢なんてできっこないわ。だからね、私の力特別に貸してあげるわ。どう？出血大サービスよ。だそうだが、さてどうする、より。なぜだろうな。彼女のことはよくわからないが、なぜだか警戒する気にはなれない。下せぬが、まあたまには良いか。貴殿の申し出ありがたく受けよう。よろしく頼む。伊吹童子よ。伊吹さんでも伊吹ちゃんでも、なんならお姉さんでも好きに呼びなさい。
それじゃこれからよろしくね。もう絶対に忘れちゃ嫌よ。